ノージャパン、よろしくお願いします。はい、井上花岡です。よろしくお願いします。いや、今回も深いおまけ話期待します。プレッシャーが。僕が引き出す。あくまでおまけなんで。確かに。まあまあ、そこを期待してる人すごい多いと思うんで。はい。はい、いあれは最初びっくりしましたもんね。あれ、ここ、あれ、流れてるんだみたいな。まあ、僕が、はい、ちょっと今日も頑張って引き出そうと思います。はい。はい、今回は、超上級者の証でもある、はい、切れた下回転をバックハンドドライブ一撃でぶち抜くっていうところを浜川さんに教えていただこうかなと思います、はい、私はペンホルダーですけど、まあ、ある程度こうキュンはできるんですけど、はい、やっぱりガチンってインパクトを出してバックハンドドライブ打つのってやっぱりかなり難易度高いと思うんで、はい、まあ、そこら辺が例えばバック得意な人とか、まあ、このバックを主戦に戦う人っていうのはやっぱり覚えたらすごくランクが上がっていくと思うので、そこら辺をちょっと教えていただけたらなと思います、はい、よろしくお願いします。私の動画は自分自身が経験、勉強、研究してきたこと、卓球上級者の表面上見えてこない感覚や視点を分かりやすく伝え、効率よく上達できるコンテンツをお届けします。スピード出るけど的なレベルなんですよ。これじゃ抜けないと思うんですよね、相手がこう、はい、ビビったりとか、ここにボールをやるの怖いって思ってくれないと思うんで、こっから先ですね。もう本当にバックハンドできる人向けにアドバイスいただけたらと思います、はい、お願いします。バック、はい、例えば打つ時も今みたいにそのバックドライブある程度できる人でもやっぱ回転が出ないから下からにこうやって上げちゃうんですよ。あで基本的にお腹がこう出るんですよ、はい、こういう力ですね、はい、やっぱそれだったらこういうスピード、はい、やっぱどうしてもなっちゃうんで、イメージとしては、はい、下から上に上げるんじゃなくて、はい、後ろから前に振る中で、はい、居合抜きみたいな感じで横から出してくるんですよ。だからコツとしてはラケットを下から上に上げるんじゃなくて、はい、完璧にコンとしてそうですね。バックスイングをこう取るんじゃなくて、はい、バックスイングをもうボール来たところに横から持っていくんですよ。で、そのまま振る。なるほど。まずイメージとして。よし。わっつい。それ怖い。これは怖い、やっぱり。だからやっぱ下からこう引いちゃったら、何も強く打っても、はい、やっぱスピードが出ないんですよ。で、はい、今みたいな感じで下から上げちゃうんで、はい、こういうミスが増えちゃうんですよ。うん、なくて、できるだけこう横から引っ張ってあげる、うんうん、で、横から引っ張るんですけど、できるだけボールの内側、外側じゃなくて、はい、ボールの内側をこするのと、当たる瞬間にだけしっかり力入れる。で、ラケットの先端で、はい、肘から先で肘から先で振る。だからしなりを使うんですよね、うん、わぁおぉいい球が。で、あとは大事なのは、はい、バック振るときって体の前でやっぱ打てるんですけど、はい、ここの距離ができるだけ溜めた方がいいです、近い引きつけて打った方がいいです、はい、なかったら早く行っちゃったら手だけ先出て、あこういう感じになるんですよ。なるほど。もう見た瞬間結構体の力が抜けたところで、そうそう、抜けちゃうんで、体のパワーで持ってってるから、切れてたりとか低かったりしてもあんまり関係ないですよ。むしろ切れてる方が打ちやすいです。おっていうのが、まあ、イメージとしてなんですけど、はい、これってあんまり回転をかけるイメージじゃないんですよ、どっちかというと。あ、今の今の打ち方ぶち抜けるぶち抜くやつは、どっちかというと、はい、なんかもう回転は二の次で、はい、やっぱ威力を出す中でスピード出したいんで、はい、当たりを強くするんですよ、うん、の際に回転かかってる方が、はい、下回転、例えば当たった瞬間にやっぱ落ちるじゃないですか。そうですね、こうそれが例えば高いところで打った時にこう落ちるじゃないですか、はい、まあ、その回転で落としてあげてるようなイメージです。なるほどなるほど。自分の回転量とか自分のパワーだけで上げて落としてるんじゃなくて、下回転のパワーを借りてまっすぐまっすぐ、だから自分が力をこう加えることによって、はい、そのじゃあね、距離を出した後にあとはその下回転で落ちる落ちる、あイメージとして。なるほど。
なるほど言うてきた。画面上の人は何が何だかって、やっぱり下回転ってすごく落ちちゃうイメージがあると思うんで、多分そこら辺の感覚すごい難しいですけど、でもその切れた方が簡単っていうのは結構わかります。本当あのバックではできないですよ。フォアではやっぱり、まあ、カット打ちとかになりますけど、やっぱり切れてる方が安心してフルスイングできるっていう、意外と、はい、意外とあるんですよ、はい、でもその切れてるボールに対して自分がもっと回転かけようと思ったら、はい、やっぱ切れてる方が難しいです。あ、それは結果的にこう振っちゃったら、多分突っつきで切れたボール来たらもっとかけなきゃと思って衝突しちゃうんですよ。なるほどじゃなくて、もう切れてるのが切れてるんで当てちゃった方が回転はある意味利用できる。もうじゃあ自分のエネルギー100だけで打ってるわけじゃなくて、はい、まあ、自分のエネルギー分かんないです、70% なのか 80% なのか、それプラス球のエネルギーも借りて最終的に落としてるって、そんな感じです。だからここで 100% で思いっきりバンって飛ばすっていうよりも、はい、当たる瞬間の衝突で力強くして、うん、ここの飛距離伸ばして、あとは回転、あとはもうボールお願いします。なるほど。もう切れてるボールお願いします。おー、切れてない方がこういう風にするんだから、力の調整もちょっと難しいみたいな。切れてなかったら逆に自分で回転かける。あ、なるほど。で、自分で回転かけて押さえてあげるって、回転の力で個性を作って、まあ、ちょっと個性を作って落としてあげる。だから多分ね、ナックルの方がミスです。かけてこれの方が力の調節が難しいふわーって飛んでいくの、ね、これは難しいですね。結構切ってる方がそのまま力で持っていけるんで。ああ、なるほど。トッププレイヤーじゃ切れてるボール送った方がいいんじゃないかっていう。逆に、だからみんな多分切れたボールでミスさせようと思うけど、切れたボールの方がいいです。ああ、なるほど。だから、その、はい、回転かける人って多分上級者とか中上級者はできるんですよ。この回転をかけることができるから、逆に今度飛ばす感覚掴んじゃえば、できることは後からそっちから調整できるよね。ああ、なるほど、はい、じゃあ僕の今のシェイクのレベルだったら回転はちょっとかけれるから安定はしてるし、悪くはないけど、威力を出すんだったら当て方変えなきゃいけないです。なるほどでもね、結構今の僕の感じだとレベルっていうか、やっぱ深い筒聞きなら自然とこうなっちゃいます。あ、なんかその時もそのためを長く作れてたら、はい、この状態で深くても大事なのって、差し込まれて体勢崩しちゃったら次終わるんで、やったら今度は通行通と思っても、差し込まれたらとりあえずこの状態でかけて、はい、体勢崩せない方をメインで考えたほうがいいです。なるほど。それをためがしっかり作れてたら、差し込まれても焦んないんですよ。別にここに来たら打てばいいって。なるほど。もうその力は出るだろうっていう状態で、そうそう、僕の今の状態だとちょっとこう逃がさないと上げれないみたいな。あ、それも結構回転利用できれば、なんかロングサーブした時も一緒なんですよ。あ、なんかこう待っててパッてきても差し込まれたって言って、はい、ダメな人って体下げちゃうんですよ。あ、でも僕の場合ロングサーブ出されてもこの状態でもうライジングでこうやって合わせてあげるだけでいいんですよ、はい、こっちを崩さないのがメインなんで。なるほど。いや、でもやっぱシェイク、左シェイクあるあるでもありますよね。結構やっぱりこうあるっすよ、ね、こう出してやってたところでこの状態でこう、これここの質結構地味にやっぱり大体でこうなる人が、こうなる人がほとんどですね。やっぱこれはチュインってやられるだけで、だし速いボールいかなくてもタイミングが速ければ相手遅れるんですよ。ああ、なるほど。いや、もうやっぱりもう一撃バックドライブから話どんだけ派生させられるんだっていう。逆に言えば1個できたら全部つながるんですよ。ああ、そんだけ大事なんで、うん、その例えばこの一撃が打てなくても、はい、それを感覚掴んだことで例えば別の方に行かせる時もあるので、結構共通してるんですよね、ここの感覚って。じゃあ一撃バックを使わなくてもやっぱりそういう感覚を持ってるだけでも活かせるところがあるっていう。あるし、入んなくてもいい。最悪入んなくても打てるんですよっていうのを見せとけば、やべ、次入ってくんじゃねえみたいな。なら、今度ここが恐れて、その次普通にゆっくり打っても、効くんで。そうです。早いの来るんじゃねえかの街の中でゆっくりやられると、やっぱりこう、そうなんですよ。やっぱこう入れに行くしかないですよ。僕もだからもう最後の方、現役の時、ガーンってぶち抜きに行くよりも、
入れた方が効くっていう。そうですね、やっぱりあの僕も浜川さんと、ね、多少なりと思った時、やっぱり速い球を基本待ってる中でふってやるとニャーンってなっちゃうんです、はい、そうなんですよ、うん、まあ、そこはちょっと上級層というか、まあ、まあ、掛け山もそのやり、そう、掛け引きのところになるんですけど、でも速いボールで待つのは正解だと思うんです。遅いボールで待ってて速いボールから対応できないんで、でも速いボールで待っててゆっくり来たらそっからなんとかすればいい、うん、そうですよね。ちなみに待ち方の動画とかも出してるんですけど、縦の待ち方、横の待ち方っつって、まず速い球待とうとか、はい、まずこの、まあ、どっちかを 7-3 で待とうとかっていうのを出してるんですけど、まあ、それは大事っすね。待ち方大事っすね。全部 100% で待てたら天才っすね。でもあれですよね、あの水谷選手とかは、はい、一撃バックドライブなんかいらねえよみたいな、そういうのがあったりしますけど、なんかそこら辺についてはバックドライブ、まあ、一撃でガツンっていうインパクトがあった方がいいけど、プレイスタイルによっては別にいらねえんじゃね、別にいらない。まあだからそれも結局多分その水谷選手の考え方として、はい、まあそこは絶対ありやと思うんですよね、はい、別に触れなくても実際僕より勝ててるし、まあ、やっぱプレイスタイルとかも全然強いし、はい、もう全然そこは関係ないんで、まあ、あくまで自分のプレイスタイルとか自分のスキルの中でのそれがあった方がいいのか、はい、なくてもいいのか、なくてもいい、はい、だって別にそれなくてもここの技術が他ができたりとか、はい、回り込んで打てたりとか、はい、あの何でもその彼のもやっぱそうです、感覚がやっぱすごいんで、うん、僕より、うん、だからその対応能力がやっぱあるんで、ブロックもしっかりできるし、そうですね、ブロック硬い、硬いです。で回り込みの方はもうコースとかいろいろえげつないし、その戦術の幅もあるから、そこは別に触れなくてもやし、多分そんなに触れるからってめちゃくちゃ勝てるわけでもないんで。バランス崩れちゃいそうですね。そうですね、だからまあ触れるのも一つとあれだし、はい、触れなくていいからじゃあ超一流なのかじゃないのかっていうのはまた話別になってくるんで、はい、いや逆に僕はブロックできないから全部結構伸ばすんですよね。なるほど、浜川さんはどっちかっていうとこの入れる返すつなぐは苦手だから、そうループができないよ、逆に。逆に水谷選手はこっちとかの方がそう上手いし、ここつなぐのも上手いし、でこうコントロールとかこうゲームメイクするのが上手いんで、僕らは結構そういうのができないから、結構全部自分でガン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 行きたいタイプだから。じゃあこの画面の向こうの方も浜川タイプであればやっぱりそうブロックが苦手で強打もないだったらそれはあかんってことです。それだったらバック狙われちゃうんで、ブロックできるか一撃あるかのどっちかはあった方がやっぱり強みはある、うん、だって逆にブロックが永遠に返ってくるんだったらこっち狙いにくくなるし、そうですね、こっちが疲れちゃうんで、カーンってもカーンってもフイフイって取られたらきついし、うん、逆にバックを打った時にカーンって振られてもきついし、うん、要は何で相手を嫌がらせるかの方が多分大事だと思うんですよ、うん、なるほどなるほど。浜川さんの場合そのバック側のボールに関して言えば、まあ、こっちの一撃、なるほど。だからあとはもうライジングでできるだけ打点早いところでストレート送ったりとか、うん、だからあとは僕その溜めてる理由としても結構溜めるだけで利点があって、はい、溜めたらしっかり溜めれるんで力も入れれるし、はい、溜めたらどっちに行くか分かんないんですよ、ギリギリ。いや、浜川さんはそれあるよ。速い球って普通なんですかね、はい、YG こう、まあ、来たら、はい、公開して、はい、まあ、普通、普通っていうか、まあ、ある程度、ね、分かってたら、こっちでやっぱ待つっすけど、やっぱりこれが、あーっていうのそう、だから溜めてる順だけ、相手が覚えたなと思ったら、回転もかかってたら、利用して、ストレート持ってるんですよ。意外とこの、バキャランで抜かれるのって、僕、あんまりイメージないっていうか、はい、抜きに来たって、ゴチーンって来たやつは、僕、結構触って、だって待ってるんですよね。触ってたりするんですけど、はい、こっちに来た球は結構普通に出てるみたいな。こっちの方がやっぱ印象結構多いですね、うん、こっちで待ってるのを見透かされてスンって抜かれるみたいな。それも結局ためがしっかりできてるから、その状態で振り抜くだけなんで、うん、そうですね、結構ための時間が大事なんですね。大事です。だから自分の懐の前にも来るから、結構しっかりためて打てるんで、でもなんかためたと思ったらやっぱクロス待っちゃうよね、まず溜まってるからこっちだろ、速い球来るだろグレーって溜めたら絶対こっち来ると思いますもん、こっち来るだろで、ね、こっち来ますから抜かれてあーみたいな。なるほど、いや溜めた、僕結構それフォアでも苦手なんだよな。こあ一緒っす一緒っす、やっぱ溜めがある選手ってどっち来るか分かんないっす。なんかこの選手は溜めあってどっち来るか分かんないみたいなありますか、経験的に。経験的にですか、はい、日本リーガーですか。まあ、もう、パッと出る人でいいです。印象に残ってる人で。
やっぱこういう彼のボールは結構どこ来るか分かんない系なんだよ。瀬山さんとか分かんなかったです。あだから他の選手って結構癖がやっぱ出るんですよ、うん、その例えばストレート打つときに体がこう向いたりとかクロス打つときにこう向いたりとかなんですけど、うん、瀬山さんって結構フィーリングでやるんで、うん、だからこの感じから両方打てるんですよ、うん、でフッてここで変えたりとかするから、うん、まあそれもあってここまで食べられてここからこう変えたりとかできるから、うん、マジでどっち来るか分かんないんですよ、うん、あなるほど、うん、瀬山くん僕ん2個下か2個下僕の1個上なんですよ、うん、僕も瀬山さんはい、1回大学の時試合してもうフィーリングかもしれないですか、ね、あのこっち一生懸命ついていってるけどなんかもうそれだけで終わるみたいな結構そんな感じが多いですね。とカルベさんとか、あカルベさんが結構ブロックもできるし伸ばしもできるしプッシュもできるし、うん、結構やっぱ幅が広いんですよ、ね、カルベ君はブロック硬いですよね。ブロック硬いなんか仙台育英だからこうどちらかというとこういうのかなと思いきや結構サーブなんかこう出してこうブロック回してみたいな結構うまいです。上がったらドカーンって打ってくるみたいな。あれかなり手堅いですよ。手堅いです。だからマジで取りこぼしないですマジしかも YG 結構切れてるんで2人で試合したら絶対 YG で YG になるんですよお互いプチ切ってお互いバックに送ったら2人ともバック得意だからとりあえずバックかけさせてみたいな僕もカルベ君1回やったんですけどまあやっぱりフルボックスあります。いや強いっす強いっす。だからその逆に言えばその例えば同級生とかやったらケンジとかだったら、はい、逆に彼は来るコースは分かるけど、はい、ボール速すぎると思うんですよ種類が違う強さなんですよねあこっち来る来てたみたいな確かに結構素直っていうかこうなんていうか王道で来てるみたいな。そうでも王道だけどボールの質がそれはそれで高いんで、はい、やっぱ分かってても吹っ飛ばされるしみたいな。で僕ブロックできないから振りに行くじゃないですか。もちろんパワー負けするじゃないですか。なるほど。そう。いややっぱ結構やっぱいろいろあるっす。人によって。人によってですね。やっぱりこの一撃バックドライブをおすすめするとしたら、まあいわゆる浜川さんみたいにサーブ三球とか、まあ、ヤンジェルとか逆横を使ってバックにボールを誘う人とか。誘う人っすね。やっぱ YG とか巻き込みとかバックサーブもそうなんですけど、はい、基本的にやっぱバックに返ってくる可能性が高いんで。うんだそこに対してバックで振れるのか、まあ、回り込むのも一理あるんですけど、まあはい、回り込みって結構リスク高いんでやっぱりまあこう行こうと思ってたらこっち疲れたらこっちの質低くなるとかしその回り込むときにもこっちのやっぱサーブって出して、はい、こうかけないときにこっち曲がりやすいんですよ。だから詰まる可能性もあるんで、うん、やっぱこっちで振れた方がいいんですよ。だ両ハンドで振る選手とかは絶対こっち振れた方がいいかな、うんうんとかあとはまあフォア粘着性のラバーとか使っててフォア側とバックで逆にその差をつけたい。なるほどなるほど。フォアはつくってかけてバックスパーッっていう。なるほどなるほど。そうなるほどな。な選手って結構まあおすすめする人はいっぱいいるんですけど、あまあ使いようによまあ使いようによってですね。特にフォア目粘着とかやったら、自分が質高いレシーブとかしたらやっぱり切れてる分切れて返ってくる可能性あるんで、やっぱこっちを入れちゃえばどっちもが入れになっちゃうんで。そうなるとこう待ちやすいんですよね。そうなんですよ。ある意味僕もこっちはドライブ、こっちはこうちょっとショートで、だから相手が取りづらいっていうのもあるかもしれないです、ね。だからその吉海さん、はい、吉海さんと練習とか、はい、試合もしたことあるんですけど、はい、もうこっちは逆にこのもうこうとかこうとかこうとかいろいろ入れられるんで、はい、でこっちズドンあるじゃないですか。だからもうそのギャップがすごすぎて何もできずに、はい、フルボッコだったんですけど。なるほど。なそれはやっぱりその技術とか戦術の幅になるな。いやでしょ。やっぱこう僕的になんですけど、やっぱこうほとんどのああいう世代の方とか僕もそうなんですけど、やっぱこう言ってて基本こっちこれだけだからこっち継ぎ足していくとやっぱこっちがちょっとおろそかになったりとか、それがやっぱりあの水谷選手が言ってたバランスがちょっと崩れたりとかですよね。その僕レベルでもやっぱこのプッシュがあるだけでもやっぱその当時結構驚かれましたもん、はい、ループ繋いだらプッシュでパカーンってやられる。だってもうとりあえず僕のイメージでもペンドラはとりあえずバック狙える、ね、とりあえずバック入れさせたらそのあんまり強いボール来ないから狙えると。そうそうそう。でもそれでこうとかされたら狙えねえしみたいなバック打ってもやべえし、いやフォアこれあるし、そうフォア威力一撃あるしみたいな、やっぱりどこに行ってもあの困らせるようなボールが出せるっていうのが考えれば別に早い球じゃないって思って、そうですね、まあ、速い球もその中の一つの選択肢として、うん、持ってればそう。だから吉村兄弟とかバックに送りたくないですもんね、有野君とか有野君とかも本当に一緒じゃないですか。こう出してこう来たガーンじゃないですか。あれめっちゃ怖いんですよ
じゃあそういう時はもうどうにかしてその強打の威力を弱めるためにその途中で言ってたこう泣くでふわーってやったりとか、泣くでふわーってしたりとか、ちょっとリスク高いけどフォア前ぐらいにできるだけ頑張って入れたりとか、まあ、何かしらやります。まあ素直にバックにやったらやられるみたいな。かも素直にバックにやったらもうこっち来てとりあえず待っとくかみたいな。さっきの話で言うと普通に例えば何でしょう、ぼちって切ったつつきぐらいじゃ全然相手は崩れないって感じです。逆にえげつないボールが来る。なるほど。いやちょっと中級者層だとやっぱり相手のつつきめっちゃ切れてるとかで点取れるけどやっぱり全然違いますね。そうっすね。だからそれに対しての対応の仕方が変わってくるんで、うん、まあそれも結局バックで回転をかける人、うん、一撃で狙う人、コースつく人、やっぱいろいろあると思うんで、うんうん、それこそペンのつつきとか取り慣れてない人の方が多いんで、はい、なんか普通の横回転来た時にただ上からこうガツって入れただけでもなんかボトーンって落とすんですけど、やっぱトッププレイヤーはそんなことないですね。ギュン、あ、止めれねえ。グリかけますからね。それが逆にあだとなってたかもしれない。最初に話した通り、私は現在卓球上級者や優秀な指導者の感覚や視点を伝えるという普及活動を行っています。現役の T リーガーや日本リーガー、または名門校の監督さん、公立中学の部活だけで全国大会に連れていく監督さん、経験を YouTube や DVD、書籍などで発信しています。また自分自身、全国各地、北海道から九州まで講習会を行ったり、今までの卓球界にはほとんどなかった身体素行、体の使い方ですね。そういった部分の講習会を逆に私、自身が受ける、勉強しに行ったり、インターネット上、オンラインのコミュニティですね。そこで会員さんとやり取りをして、徐々に結果が出てきているのではないかなと感じています。私自身は、卓球クラブを持ってとか、指導者として全国一位の選手を育てる、日本代表の選手を育てる、そういった活動は行ってはいませんが、私自身、大分県の佐伯市という田舎の出身で、自分が徐々にこうレベルがステップアップするにつれて、なんかこう違うなと、やっぱり、私の地元だと卓球を大学までやった人がいない、専門的に教えてくれる人がいない、そういった環境だったんですけれども、やっぱり自分自身がレベルアップしていく、その中で自分の経験から得たもの、周りの卓球上級者や優秀な指導者から話を聞くこと、そういった中で自分が最初の頃こう卓球をやってたことだったり習ってたことっていうのが、あれ、これもしかしてちょっと上達にあんまり必要なかったんじゃないかな、そういったことが多くありました。そして現役を引退して今の仕事について、各地講習会などでいろいろなところを回らせてもらってる中で、やっぱり以前の自分と同じようなことをやっている、一生懸命練習しているのに効果が出づらい練習を行っているなというふうに感じました。せっかく一生懸命練習しているのであれば、やはり効果が出る練習をしてほしい、なるべく勝ってほしい、そういった思いがありますので、こういった活動を続けさせてもらっています。今後ともご声援いただけると幸いです。